何？ご飯食べたし歯磨きしたし、あと髪の毛やったら終わりなんですけど、髪の毛をやる。めっちゃ血色ないやん、こハロー 声が。次何時？これが6時半から7時で、7時半から8時です。ということになっております。ややこしいよね。5時から起きて準備して、ああすごいね、頑張ってるなと思います。ちょ、なんかさ、6時に起きてん っていうかさ、4時に起きてん 4時に起きて、で、なんか あ、やば、起きたと思って、で、もう一回寝てん。で、5時59分やって、ちょうど7時やと思って、で、7時に起きた、7時じゃあ6時やと思って、6時に起きたら、そう、これ準備できひんやつやんと思って、6時半に変えようと思ってツイートしようとしててんけど、ツイートできてなさそうな気がする。ハロー。あー、ちょっと待って。ダンズさん、ギフトありがとうございます。ツイートそう、なんか目覚まし前に起きた、今日2回とも廊下や。全然映ってなかった。エッピーさん、ギフトありがとうございます。もうあれやねん、朝起きて、あれ、ご飯食べて、歯磨きして、あと何？あ、そう、着替えて で、上着着て撮ってる。上着着やんとさ、制服映るからさ、めんどくちゃい。ああ、伊藤金アントマーク、宮内たいさん、ありがとうございます、ギフト。なんかさ、テンション的にはめっちゃ元気ないね、今。でもな、声がな、出えへんねん。S さん、ギフトありがとうございます。ともひこさん、ギフトありがとうございます。なんか、いかついなぁ。ともひこさん、ギフトありがとうございます。このさ、配信の時間さ、ちょっと待って。いときんさん、ギフトありがとうございます。このさ、配信の時間さ、待って。エッペさん、ギフトありがとうございます。配信の時間、朝か夕方かどっちが見やすいですか？わ、エッペさんいっぱいくれてる。川崎の先生さん、ありがとうございます、ギフト。どっちの方がいいんでしょう。なんか人集まりそうなのは夕方やん。でも朝もした方がいいかなっていうのもあるやん。どうしたらいいんでしょう。
わあ、エッピーさんギフトありがとうございます。おはようございます。私朝学校行くの早いねん。いつも7時20分とかに出てる。前はもっと早くて5分とかに友達と集合して学校行ってた。もう今はやってないけど。めっちゃ早ない？夕方だとまだ、あ、そういうこと、仕事中の人もおんのか。ほう。あ、ちょっと待って。ナオトさんギフトありがとうございます。学校行ってからペンギン先生に配信してもらおう。いいね。でも、多分喋られへんと思うわ。ペンギン先生こんなに。ちょっと沈黙で面白くなくなってみんな出ていくと思うで。でもめっちゃいい人やで、あの人。なんか昨日なんかめっちゃペンギンみたいな動きしてた。最近所作がペンギンっぽくなってきてる気がする。ペンギンっぽさが増した。学校楽しいんですよ。小学校の時全然そんなことなかったんで。行きたいなんか思うわけがないって感じだった。中学入って急に行きたいってなった。朝だとまだ電車、あー電車の、そうか、朝結構見やすいんやな。あれかと思ってた、みんな寝てんのかなと思って。朝忙しいイメージやからさ。そうか、意外とみんな見やすいんだね。うん、そうか、じゃあ今のままでいいか。そうしよう。この時間なら大丈夫。あ、じゃあこのくらいでいいか。いいよな。そうするで。あ、イベントやから起きるの。はあ、ありがとうございます。そういうことね。いや、なんかみんな寝てるかなと思ってさ、朝どうなんやろうと思ったけど。そうね、みんな起きてくれんのか。大変ですね。めっちゃ一言みたいに言うけど、おはよう。おはようございます。あさってさ、なんか喋りにくない？あの声がさ出にくいというかね。わかる、わかりますか？なりません？6時過ぎに起きてます。そうですか、やっぱりみんな起きるんですね。じゃあ朝で大丈夫ですね。違うんですよ、なんか6時にしたら準備ができないんですよ。その後の時間あるとしても、なんかな、何、そう、パジャマでやるのもなんか違うじゃないですか。だから起きててもダメなんですよ。
おはようございます。今お風呂入ってます。おお、ご報告ありがとうございます。おはようございます。そうね、できる時間に。時間は漏らしたくないから3時間できたら OK。 あ、ゴムが向こうの世界や。ゴム向こうの世界やから、待ってな。達也さん、ギフトありがとうございます。どうしようかな、鏡でやったら意味ないよな。いっか、新しいゴムを使おう。といってあるのかどうか。あった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 。よし、てるみさん、ギフトありがとうございます。7時に終わろうかな。7時に終わる。え？うん、7時に終わる。7時に終わって7時半に始めるです。あ、くるみさん、ギフトありがとうございます。てるみさんって言った。え、てるみさんって言った。あれ、なんて言った。まあ、ありがとうございます。てるみさん、ギフトありがとうございます。ポンさんもギフトありがとうございます。ありがとうございます。え、くるみさんって言った。くるみさんって言ったよな。あれ、てるみさんって言ったような気がした。ボソボソや、もう帰ろう。くるみさん、ギフトありがとうございます。すごい、朝やのに967人来てる。やったー。7時半の配信しても、そう、めっちゃ学校行けるね。全然時間さ見たらさ、意外といけそう。いつも早い人やからさ、あんまりその時間に出たことなかったけど、行けそうなのでその時間にします。あんま映ってないな、顔。なんか血色がない。白飛びしてんのかな。つうようさん、ギフトありがとうございます。なんか全然できひんねんけど、なんで？なんで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 ？なんかボソボソ。ボソボソなんやけど、静電気？静電気やな。ヘアセットしてるんです。あ、ソルさん、ギフトありがとうございます。ペロンってなる。いやいや、このペロンってなるの。めっちゃペロンってなる。
になる前髪。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。エッピーさんもギフトありがとうございます。ナルペジさんもギフトありがとうございます。いっぱいくれるわ、みんなありがとう。申し訳ないです。前髪さ邪魔、こっちやったらあかん。体型めっちゃ正義やんねえ。あだてちゃんさんギフトありがとうございます。ありがとう。1位すごい差あるな。すげえ、さすがですね。20歳くらいやったっけ、覚えてないけど、そのくらいやったよな。さすがです。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。21歳か、もう成人してる方。すげえ、すげえでもなんでもないかすげえでもないな。なんかこれでアホ毛なくなったらいけると思う？いけるか。よし、アイロンを変えます。今度はストレートアイロンを使っていきます。今日体育あるねん。体育な、バスケするねん。バスケでもあんま好きちゃうねん、球技苦手なんで。でもな、意外といけるねんとか言いたいねんけど全然いけてないから。あー、ポンさんギフトありがとうございます、ね、バスケ苦手なんですよ。バスケが苦手っていうか球技が苦手。もうそもそもまあいいか。しかもさ、画角がさ下からやからさ、余計に調整しようかな。でも変に動かしたら、ついよさんギフトありがとうございます。そう、配信時間投稿したかった。指やけどしないでね。ほのちゃんも坂田もバスケで、あ、月指か、欲しいんだってたから、あれかと思った、アイロンかと思ったでも爪は割れたけど縦には割れてないからいける。あの爪割れたって演劇で書いた日やったじゃないですか。あの時もあれやねん、あの横にピシってなった時やから痛くはなかった、全く。引っかかるだけって感じ。終わる時間と次の枠でも書いたらね、あ、あの画角が、ちょっと待って、あれが出てこない、テロップ。よし、次が、あ、押せない、7時半から、よし、オッケー。スラムダンク見たら、スラムダンクな、シュート決めてヒーローになる、そんな苦手やねんな。バスケのあれやろ、
ホワイトボードで時間貼っとく。じゃあね、これがね、洗面のところなんですね。で、そこで前髪を巻きながら配信するという前代未聞の配信をしてるんですけれども、そう、そのため後ろに貼ることができないんですよ。でもあれ、午後からのやつは貼っとくわ。自室でやるときは。アナルピおじさん、さんギフトありがとうございます。ペンギン先生に押してもらおう。うわー、しかも地味にバスケ部なんやけど、うわー、やだー、怖い。教えてほしくない、怖い。めっちゃ見て、めっちゃこれあれやで、静電気やで。こうやってやったら治るね。静電気。ナルピュージさん、さんギフトありがとうございます。ありがとう。前髪がむずい。このこれがな、邪魔やねんな。埋め込まれへんかな、こっち。なんか、どうしましょう。この子、これでいったら変やもんな。変やな、変やわ。なんかで止める。ナルピおじさん、さんギフトありがとうございます。いやん、なんかハートで埋め尽くされてんの可愛いな。ちょい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 、発見。よし、ナルピさんギフトありがとうございます。クリップみたいなんで可愛く止めたら、クリップがなあれやねん、高速的に無理やねん。だからこの何、この普通のアメピンっていうかな、で止めるしかないっていう。なんか装飾って感じのあれがあかんねん、ピンがあかんねん、おそらく。にしてもどう止めるんや。なんかピン間違えて刺さった人みたい。ナルピおじさん、さんギフトありがとうございます。エッピーさんもギフトありがとうございます。配信でやったらあんま見えへんからいけるけど、学校はちょっとなんかピン刺さってんでってなるからやめとく。でもこれでいけそうじゃ、止めてないけど。いやでもなんかポコってなってんな。邪魔ですね、この前髪さんは。こうしてここで止めるのは、変わらんか。あと55分待って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 、ランキング読みます。おはよう、ポンさんギフトありがとうございます。ちょい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 、13位が山モンさん、間違えたありがとうございます。12位が前田さん、ありがとうございます。11位がつよさん、ありがとうございます。10位がゆきおさん、ありがとうございます。ゆきのって言っちゃった。9位がくるみさん、ありがとうございます。8位がエッピーさん、ありがとうございます。7位がトッシーさん、ありがとうございます。6位が昨日から来てくださってるこのハングル文字のお名前の方、ありがとうございます。5位がダンズさん、ありがとうございます。4位がナルピおじさん、さんありがとうございます。
3位がイトキンさん、ありがとうございます。2位がトモタンさん、ありがとうございます。1位がポンさんでした。ありがとうございました。ありがとう。でもあと4分あるので、準備終わって出勤頑張ってください。ありがとう。でもあと4分あるから4分間は喋るで。4分終わったらすぐ切るわ。で7時半からの枠なんで、次ポンさんギフトありがとうございます。ありがとうございます。いいもんこれで、なんかポコってなって抜きになんだけど、いいや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 、もういいや、誰も見ひん誰も見ひんで、こんな、いいか、これでいける？これでいきますかね。最後元。よいしょ。いけた？いけではないか。いけると思う？まあいいや、いいよね。いいよね、誰も見ない。おはようございます。もう朝ごはん食べた？食べました。もう食べ終わってやってます。ね。ともひこさん、ギフトありがとうございます。今日の髪型は以上です。エッピーさん、ギフトありがとうございます。やった、朝からめっちゃ来てくれてるやん、ありがとう。意外とみんな起きるんだねバカにしてるわけではないよ。まあいいか。あと2分や。ちょっと待って。これ片付けたいね、このアイロンたち。ここやっぱり。よし。おー、オッケー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 。どうもどうも。あと2分で次のワークに移ります。あと2分です。朝から配信珍しいから来ていて。よかった。髪の毛巻くだけの配信ですが。よいしょ。配信終わったら出勤するわ。よし。頑張れみんな。どうもどうも。よし、オイルを塗ります。今日は藤川り、もう何曜日今日、あ、待って59分やば、これから家帰ります。おー、家、どこやってるん、あ、そっか、夜勤です。なんかほうどこ行ってるんってなってる。夜勤ね、お疲れ様です。お休みモードがオフになった。あ、待って、7時、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、オイルだけ、オイルだけ、よし、じゃあねー、よいしょよいしょ、バイバイ、また